先生、酸化銀の熱分解では試験管が割れるのを防ぐためにガスバーナーの火を消す前にガラス管を水槽から抜くことを誓います。炭酸水素ナトリウムの熱分解では発生した液体が加熱部分に流れて試験管が割れないように試験管の口を下にすることを誓います。水の電気分解では純粋な水は電流を流しにくいということで電流を流しやすくするために水酸化ナトリウムを溶かすことを誓います。秋トントンですね。先生する先生って言ったら秋トントンって言われるような先生になりたいと思っています。